向井和夫から1969年1月24日は、日本の囲碁騎士。愛媛県出身、田坂慎太郎門下、応援者、日本棋院所属、八段。1935年の全日本学校域選手権、大会優勝。晩年一時成準を名乗る。日本棋院騎士会長を務めた。愛媛県落ち郡博多島に生まれる。1914年上京し、 郷里に近い尾道出身で放映者の田坂慎太郎に入門。1918年初段。1920年に若手騎士による六課会を設立。1924年三段時に日本金設立に参加し、1926年の飲者対抗戦では4人抜き。この1926年から比叡山の修学院村に1年間こもる。 1935年四段時に本因坊戦の前哨戦である全日本学校域選手権大会でトーナメントを勝ち抜いて鈴木ためじ郎、う5元とのリーグ戦出場決勝で呉に千番六目を収めて優勝した本因坊秀才に四宿していたがこの頃秀才に入門を頼み教えをこうようになったまた当時の新布石流行にも乗らなかった 1939年第1期本人坊戦では、公組4段トーナメントで優勝し5段級、トーナメント進出。1941年5段。1969年の大手合で14連勝を記録、7段。1969年没、追増8段。大なだれ定石の荒手。五制限が提案し、向井和夫が、実戦に取り入れた。 1968年に、なだれ定石の荒手で、囲碁新調第一回荒手賞受賞。あだ名は、コンで、理由は、一発くらった時、コンボで、コン、とぶん殴ぐられたみたいだからということだった。門下に、山部敏郎、井出八百二郎、小坂田浩二、小山久義、鈴木留二郎との対局後の感想で、黒三の手総計なりと語ったことが、三手目が、 配着という噂になった。ありがとうございます。